名古屋市公会堂は愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目1番3号にある施設鶴舞公園内にある名古屋市公会堂条例に則っ,って設置される管理運営は従来は名古屋市文化振興事業団が行っていたが2010年4月1日付で愛知県部隊運営事業共同組合が指定管理者となった2014年4月からは KNS 共同事業体が指定管理者となっている。各界にそれぞれホールを持ち、コンサート会場やボクシング等の試合会場として利用されている。年末年始を中心とした時期に LED 照明を利用したライトアップが行われている。昭和天皇ご成婚を記念する事業として、1927年4月に寄港、1930年9月に完成し、 同年10月に開館した。第二次世界大戦中は校舎第二師団司令部として利用された。戦後は GHQ に接収され、1956年まで連合軍兵士専用劇場として使用された。1989年11月には名古屋市都市警官重要建築物に指定された。2020年8月17日には建物が 国の登録有形文化財に登録された。2017年4月1日から2019年3月31日まで、改修工事のため休館の予定であったが、同年3月22日に大規模改修が終了し、営業を再開。1階ロビー床に開館当時のモザイクタイルを再現。舞台奥行き1.8メートル拡張。デジタルサラウンドシステム導入。地下1階食堂後に。 喫茶店営業。名古屋市営地下鉄鶴舞線鶴舞駅4番出口、または JR 東海中央本線鶴舞駅からいずれも徒歩2分で到達できる。または名古屋市営バス鶴舞公園停留所より徒歩3分。自家用車は、 公会堂を取り囲んで整備された駐車場を利用できるが、収容台数が178台と限られ、普通車で30分ごと180円と高額になることから、公式サイトでは公共交通機関での利用を呼びかけている。文化審議会の答申の登録について、文化庁、2020年3月20日閲覧、名古屋市公会堂の登録有形文化財登録について、 名古屋市観光文化交流局文化、歴史ちづくり部文化振興室、2020年10月18日閲覧、ありがとうございます。